お耳でシネマどうも映画が友達ラムですラムズキュンどうも映画チンピラジャガモンの斉藤ですどうも映画バカ芸にアンコですパニパニューはいシネマンションとは映画好きが集まって映画のことを好き勝手語り合う番組でございますい今回はラジオ用の動画となっております是非何か作業しながら聴いてください,いはい ながらみで、ながらきでですねはい、はいさ暑いですね暑くなっちゃいましたねしっかり夏です涼しかったのに暑くなっちゃいましたねなんかもう本当セミマゲドンの季節ですよセミマゲドンあごめんなさい、あの人を襲うセミのモンスター映画ですえアルマゲドンにかかってるあセミマゲドン、知らないですか知らないあの、でっかいセミが人間の脊髄の液を吸ってくる怖。 その季節になったなと思ってその季節あのセミのあのノズル怖いよね怖い乗っかってきたあだ私樹液だと間違えて刺されたことあるあえそれセミマゲドンれセミマゲドンそれを何せずいからいかれんのだからでっかいのはこうガッてってジューって吸って怖いそういう季節になったなそういう季節にはなってない夏だなってみんな脊髄ずいついかれないよセミがなくねあと多分見ないし <laughs> 見ないだろうな見てよ見てよマジで面白いえーと人によるあこれは危ない危ないましたない僕は大好きですはいじゃあ、はい、早速コーナーに行きたいと思いますお願いしますし今日のコーナーはちょっと思い出しただけ的なエピソードーおー 僕とあんこさんがねシネマンションの動画でも話しました松井大吾監督の「ちょっと思い出しただけ」という恋愛映画がございましてですね。うん、今年の上半期でも僕とあんこさん上位に入れたぐらい、はい、だからシネマンションで2回ぐらい話してる、うん、あのー、ドハマリの、うん、ドハマリ映画, <laughs> リ映画で一回シネマンションで1回目に出した時に、うんあのー、映画の中身全く話さず、うん、あのー。 元カノとの思い出エピソードみたいなのしたの覚えてます覚えてるね過去の恋愛について僕らのちょっとさ思い出話をやりましたよねそうそういう映画なんですねこの恋愛映画なんですけどそのまあ彼女そして彼氏からもらったちょっとしたプレゼントが家のなんか押し入れからポッと出てきちゃったこれはそういえばみたいな感じで思いちょっと思い出しただけの映画なんですないいねはい。ということでこれに絡んだ企画ということでございますねはい。はい。 とというこで今回はメールで昔の恋をちょっと思い出してしまったエピソードを募集いたしましたその中からいくつか読み上げていこうと思いますじゃあ今回は斎藤さんはいお願いしますはあちょっと思い出しただけの配信が始まったそうですおいいですねこれ見なきゃねぜひ見てくださいね素晴らしい映画なんでねはいちょっとねやっぱ長いメールがありますねバーッと今一緒ー見ましたけどもしかしたらこれ全部ました 映画化できるかもしれないですよそうだよね確かに一個一個で映画化できするそうな感じですよねようすごいだからみんなのちょっと思い出しただけを大丈夫エモすぎちゃうかもねこれ大丈夫かなエモい感じに読んでねちゃんとわかりましたお願いしますよライティングふざけんなよおいみんなの思い出すってじなめるなよ汚すなよぶっ飛ばすぞ殺すぞ殺すぞ過激だなそれでちゃんと振りに答えましたはい さあ、行きましょう <laughs>、えー。ラジオネームツナカンさん、はい、女性でございます。はい、二十八歳、地元<ー>。あ、いいね。 これ結構結構これコーフィジェットもうこれいつもよりこの肩書きが大事だもんね大事ジムいいですね字もいいですね卵菜なのかっていうのも大事二十八8ちゃいでございますねちょっとね、ちょっと人生の経験積んだ方なのかな二十八でね、それぐらいでね準備できた積んでちょっと分かってきた時ぐらいだねで、でラジオネームも綱感でしょうもしかしたらその綱感にちなんだエピソードも出るかもいやわかるあのねおいんなマジでうるさい うるさいわすっごいね感情移入しようと準備してたのにそうだよあなたのせいで台無しえ入り込む時間だよここからはごめんなさいちょっと僕入り込みすぎちゃったうんちょっとでちゃばりすぎただけですあごめんなさいうまくてあ歌ってやばい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 いい感じだったのに今いいオチだったのに変な曲変な感じになっちゃったごめんねはいじゃあ仕切り直しますよはいラジオネーム スナカンさん、うん、女性二十八歳ジムあいいねあもう全然いいねいいのよ <laughs> 終わんなくなっちゃうからやめろラムあんこちゃんあんこちゃん取られたって顔しない <laughs> <laughs> おいラジオだから伝わんないだろ <laughs> やめろってそっかそっちかって顔しないで <laughs> そらめ <laughs> 本当には本当には油断してた。このボケちょっと思い出しちゃよかった 思い出すというかついさっきのことです <laughs> はいいきますよ、はいえー、つなカん,んさんのちょっと思い出しただけ的なエピソード <laughs> 全然すまないね <laughs> <laughs> きます家を掃除していたら、うん、学生時代好きな人がくれたキーホルダーが出てきましたグループで集まる待ち合わせをしていた時に UFO キャッチャーで取れたそうで、うん、かわいいと言ったら私にくれましたわいいわ その後私は短期留学プログラムのためですね数週間海外に行きました、うん、カバンにそのキーホルダーをつけていったのですが現地で落としてしまうというハプニわグ<ー>いつどこで落ちたのかも分からず大切にしていたので落ち込みました、うん、そんな大切なものを持ってこなければよかったとも思いました、うん、しかし次の日留学中に通っていた学校の先生が たたたまままバスで拾ってて届けてくれました、うん、もう戻ってこないと諦めていたのですが、うん、再び私のところに戻ってきてくれたのが嬉しかったですあーよかった思いがけない出来事で印象深く心に残っていたのでキーホルダーを見つけた時に当時の気持ちがよみがえってきました、うん、それをくれた当時の好きな人が今の旦那さんになれるす <laughs> うわー ダメです。ちなみにこの人米印でちょっと思い出しただけの映画未完賞なため、趣旨の違う話になっていたらすいませんって書いてあるんです。<や>んですみませ違う、あなたのちょっと思い出しただけよ。合ってますよ。大丈夫だ。<ら>はい。 まあ、ええー、シネマンションさんの動画を見てる時が最近一番笑ってるよ気がします。旦那さんと見てるかもしれない。ーシネマンションさんがおすすめしていた映画を見た後に、再びその動画を見るというのが習慣になっています。これからも応援しております。ということで、ツナ缶さん。いいね。えー、おい。一通目にして、こんなエモいんかい。強いね。強いな。 しかも、家を掃除していたら、学生時代好きな人がくれたキーホールダーが出てきましたっていうのが、もう、映画未完賞な人にしてはちょっと達者すぎますよ、これ。めちゃくちゃ上手だよ、文章。上手。うまいうまい。しかも、これ、学生時代好きな人がとしか書いてないのがうまいね。うまい。え、何監督さんですかツナカンさん。ねえ、ちょっと映画作った方がいいよ。これ。これうまい。しかも、学生時代好きな、好きだった人がとは書いてないね、今見れば。ね、好きな人だ。うーわ今はもうってことだ。えー、おいおーいおー じゃなくてさっかんぬれ <laughs> <い> <laughs> 同じねデスクワークでもね,ね<ー>やそうよっでいいんじゃないかとうわで最後に今の旦那さんっていうね,ねこれ言ってみたいその人が今の旦那さんいや言ってみたいねー何年後になるんでしょうかねょ旦那さんの方のあ,<っ>あの文書もわかる読んでみたい A 面面だから今 B を聞きたいですねで共通なちょっと思い出しただけのアイテムがキーホルダーっていうこれあの聞きたいのはさ何のキーホルダーだったのかちょっと気になりませんえいいね可愛いって言ってるっていうとこだけだけどだから星のカービィとかからなんだろうカービィはまあまあかいけど想像が狭まってしまう EV とかかなポケモンんだそのキャラものなのよだからクマさんとかでも何でもいいんだけどあそこそっちでもいいのか見たいなそのキーホルダーねえ写真送ってくださいよかったら。 でも、はい、ちょっと長くだらだら喋っちゃったんですけど、はい、あのー、このシネマンションの動画を見ている時が最近一番笑ってるような気がしますとはい、はい、もしかしたら今このご夫婦、うん、シネマンションもちょっと思い出しただけの、うん、もしかしたらツールアイテムになってるかもしれないです僕ら。えっとだからあ,あのー、シネマンションを見たらこの最近一番笑ってる今の自分 思い出すんじゃないですかこの数年後とかとねわかりづらすごいよねいや最初いい感じの考察が来そうだったのになんか分かりそうでわかんなかったごめんむずい話してたわかるよ何十年とかした時にねシネマンション見て見てねその時は一番このメールも送ったなぁみたいなシネマンションを思い出したちょっと思い出した。この人にとっての キーーホルダみたいになりたいですね。ありがとうありがとう !2 人で一生懸命頑張ってありがとうございます。続きましてラジオネームもちやんさん。男性でございます。24歳、会社員。ちょっと思い出しただけ的なエピソード。社会人となって一人暮らしを始めることになり実家の自分の部屋の荷物を運んでいたら高校時代に当時人生で初めてできた彼女とのプリクラ写真が。 机の裏からほこりまみれにないい出方だよ、ね、拾ってみると当時ルローニケンシンを一緒に映画館で見に行き <laughs>、はい、その帰りに撮ったものだということを思い出しましたその彼女は地元の子だったのですが、うん、高校卒業前に別れてしまい、うん、それ以降一度も会っていませんでした、うん、しかし数年経って成人式で久しぶりにその子の姿を見かけましたおお その時の振り袖姿がとても綺麗で、うん、チキンな自分は勇気が出なくて。話しかけることができずに終わってしまいます。<ー>そんな元カノは今も結婚して、していて、たまにインスタで見かけると。 複雑なな気持ちになります、うん、いやなかんさんの次にこれは悲しい悲しいね <laughs> でもこれもちょっと思い出しただけなのよ。わかるわかる。うん、これもこれも入りもも入ってくんでねそうなの。うまたいいですねこの「プリクラ」をこう見た時に映画武将を思い出す、うん、ルロニケンシー。でやっぱこれですよ。 ちょっとも舞台性もあるしね。俺恋愛映画じゃないとこがいいよね。いいです。普通に楽しく遊びに行ってたんだっていう感じがするじゃん。ルロケ見にいたっていうのがね。ただ安心してください。あのこれ実はあの違う企画で、あのこの人と趣味が合わないなっていう企画をやったんですけど、もちやさんこの時くれてて、その時あのの内容が彼女との映画の趣味が合いませんって言ってる方です。彼女います今は。 ラムちゃんそんなえちょっとやめたかにしろえそっかニツ送ってくれてて前回のラジオのあつまり今なるほど今付き合ってる彼女ってことかがいるんだけどでもこの時ルローニケンシンを彼女と見に行ってんだよもしかしたらお互いいい映画だったねって言ってるけど今の彼女は映画の趣味が。 合わないってことってことかもしれないってことね、うん、そうでもパイレーツオブカリビアンが好きだからはいはいそうかパイレーツの人ねそうはぁ、あ、なるほどはぁ、あ、ーこ,こんな構成だったんでしたっけこのラジオ、ね、微妙だなちょっと僕まだちょっと半分ついててないですまだ、ね、だから当時のだから今昔のもちやんさんと今のもちやんさんの彼女との話が今ダブルで聞けてるとえ映画やん映画や<う>で だからもちやんさんは絶対にこのラジオを彼女に聞かせない方がいい確かにインスタでまた見てるって言ってますそうだねダメよそれかも聞かれちゃったらフォロー外したりとか分かんないブロックするとかしないといけませんもちやんさんこんなさかれ方するんだねえいちゃったよえークリップハイプお願いしますびっくりしたーびっくりしたなるほどねさあそんなことも分かるかもしれないこの企画はいはい続きまして えー、ラジオネームよっさん、はい、男性、うん、31歳私と同い年ですね<い>、えー、自営業、うん、ちょっと思い出しただけ的なエピソード、うん、携帯のメール機能って今となればメルマガーぐらいでしか私は使わなくなっているのでボックスも9999 99件と常に表示されていたのですがる、ね、この間ふと全件削除をした時に数件保護メールが出てきましたあら、うん 10年近く前に3年付き合っていた彼女との付き合った日記念日などの保護メールが出てきましたうわ,ーうわーこのパターンなかった今までデジタルパターンねうわー初々ういういしい感じから慣れていってる感じまでのメールが写真付きで残っていて<ん>何とも言えない気持ちになりました <laughs> これはきついぞ そっっっか、じょこう日記みたいになっちゃってんだね、うん、えー、そんな彼女は私が小学生の時から一つ下の弟分と結婚しましたええ,<分>え,え,えどういうことだすごいえ彼女に友達として紹介したのも私ですし一緒に3人でよく遊ぶこともありました別れて2年ほどしてから付き合ったと聞いた時はこれも何とも言えない気持ちになりました今となってはいい思い出ですわークレイプハイプ <laughs> 本当にいい思い出になってる。いや、多分もうこれはそのハグから血流しながら書いてます。そうだよね。ハし縛ってね。すごいね。もう出だしがちょっと小説的というか、なんかいきなり始まった感が。そうね。残ったのがね、九千百九十九のメール。消して残ったの。しかも十年前で三年間ってことは七年前には別れてるってことじゃん。割と近くない。そうね。そうなんだよ。近々な方だよね。七年前ってね。ライン使ってなかったのかな。 そうというよりはそのそのだって弟分と結婚したでしょそれもきついねしかも自分が紹介したっていうのがきついね付き合って別れてから弟分に紹介したってことだよねこれですよねえっそういうことじゃないのいや違いますでもそこまでで書いいてななんじゃどうだもその可能性あそう別れて2年ほどだから付き合ってる時に紹介したんじゃないってことねで別れて2年経って付き合やったってことだよね うわーあーこれいろいろ考えちゃうな、ま、もやもやっとこれもしかしたら付き合ってる時にもしかしたら乗り換えられたんじゃないかとかいろいろ考えてしまうのがこのメール。 しかも31歳じゃまだ笑い話にちょっときりできなそうできなそうまだ消化はしきれてないからねもう10年20年子供ができたとかおじちゃんもじじばばになったぐらいの時だったらねお前いつから好きだったんだよみたいな弟分に話すとかできるけど斉藤だって今の斉藤さんじゃ無理そういや無理かなだって10年前で3年近くでしょいやちょっとまだ顔引きつっちゃうね 会うきに会う時に久しぶりってなっちゃうよ。いやこれ僕もそうです今でも無理ですこの年になっても今何歳でしたっけまあそれはいいけどまあ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 やっぱあまあよこれはだよねあま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 あとあまあまあなあま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 いまあ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 ますね苦いのも好き苦いのもいいけどもそうでも人生でマジで ちょっと思いだけの連続でできてますからだからやっぱこういった思い出もでも一つの糧にやっぱなってると思うんですよやっぱりこういうことがあって今があるから今があるから今となってはいい思い出ですとも言ってますからそうでもいいでもそういえ本当に思えてますからもあるよねそうねあるけど。ねねしてはうんいや頑張れわ心 よっさん頑張れ頑張れよっさ,んさあ,頑張れさあ続きましてこれは俺覚えてるぞラジオネームピーチティー、うん、性別男性、うんえー、17歳高校生ですね3年生、うん、ビバリウムの子ですねビバリウムの子です、うん、はいえー、ちょっと思い出しただけ的なエピソード 自分が小学生の時に使っていた缶の箱をこの前久しぶりに開けてみたら、うん、当時同じクラスの女の子からもらった可愛らしい字で書かれてあるラブレターを発見しました<ー>そのことは中学の時に一度付き合いましたがすぐ別れてしまいました、うん、しかし高三になった現在も仲はいいです待って今の話じゃん初めてじゃないこれ <laughs> タイムリータイムリー n o の話だ,だでででででその小学生の時にくれたラブレターを見て改めて自分が まだ彼女のことを好きだということに気付かされた気がします。 しかし、今の関係が崩れるのがとても怖いです。おいおい、高三の考えかよ、こんなに。シネマンションの皆さんに10年前のラブレターに惑わされている僕にアドバイスをいただきたいです。おいおいエピソードから恋愛相談になってしまって申し訳ないです。よろしくお願いします。おいまず、ビバリウムを見に行くなそれはまずね。これはダメです、絶対。まず、だしさっき僕ら勝手に看板娘とくっつけようとしてましたけども、すいませんでした。ごめん。 違違う。うごめん、違うね。ねてて <laughs> ししう、これはしないやーこれ整理しますと小学校の時にその子からラブレターもらったんだよね、はい。可愛らしく意地で、うん、でその子と中学校の時に一度付き合ってます、うん、ですが、まあ、すぐ別れてしまいましたで今は高3で仲はいいと、うん、で缶を開けてラブレターを、まあ、小学生の時ですよ、うん、ラブレターを見返したら、うん、あれ俺まだ好きなんじゃないかと思っている。うん 気づいたとただ、うん、今そう告白とかすると関係が崩れちゃうって言ってるから相当仲いいんだと思うんですよ。ななううん、そうですねどうでしょう皆さんシネマンションの皆さんアドバイスを頂いてこれちょっと慎重に。 でもまあ恋愛マスターの私から言わせてもらえればはいもう先にいっちゃいましょうはいはいマスターが思うには今の関係崩れるのがとても怖いでも今の関係でもう満足してないじゃないですかだったら僕は崩れるかもしれないけどでもその先を信じてというかその先に希望を持って僕はちゃんと好きだと告白するのありかな言うべきだとうん もうその先を僕はもう求めろと思います当たって砕けろだねそこがダメだったとしてもまだそれでも好きだったなら何回も何回も行って、うん、で失敗した失敗したでマイクがあるんでどんどんしないでください大丈夫大丈夫ですけど、はい、熱量が熱量わかるわ講演会みたいな話し方になっちゃった、うんうん、でも当たって砕けろを続けていったらそれもそれで失敗するかもしれないでもそれはちょっと思い出しただけになると思うでも成功したら成功したでまたその先が見れるという、うん かる。まだ17歳だからねそうなんだよ1個いいっすかちょっと先生あなんですかお願いしますあっはいなるほど小学生中学生高校生での女の子の恋愛の価値観めちゃくちゃ変わってきますようわ最初足早い人が好きだったとかだけどみたいなこと中学は面白い人が好きとかさ変わってくるし小学生の時の好きはねうん ちょっとごめんなさい。グーの音も出ません。はい。むずいし、中学の時のなんで別れたかの理由にもよります。まあそうだね。でも中学の時だから多分本当大したことない理由だと思うのよ。まあ部活が忙しい。そうそう。とかだと思うから。だと思いますけど。じゃあラムちゃん的には勝負しな方がいいいや私は結構恋愛は勝負するタイプなんで。あら、勝負し。ただ、うん。 それ高校生の時に17歳だとどうなのかってむずいです一番多感なんでここで恋愛の,あのか女の子の価値観が形成されてるんでもう高3でだから小・中を真に受けない方が身のためだとは思うじゃああれですかラムちゃん的にも小学校の時好きだった相手がいました、うん、でもそれが高校になるとやっぱ全然見方変わっちゃう変わる。うん 全然なんかなんで好きだった？って思うぐらいなると思いますよ。でもそれ例えば仲いい相手になったとしたらよりやっぱそれは仲,いい仲良くなっちゃうと無理です。私はね。う あ、こいつとはこの関係が一番楽楽だなってなるけど、この人高三ですよね。高三です。どうせ卒業するから別に当たっていいと思います。なるほど。環境の変化を。もうもういやもう何も怖くないじゃないですか。どうせいなくなるし。そうだね。もうすぐ別の大学行ったりとか働いたりとかあるだろう。進路が違ったらね。一旦別に行ってみてもこれが中二だあ高三だったらきついけど、高三なら。 怖いものないと思いますけどね、だから卒業間近に告ればいいと思います。あー、もうちょっと待って。その間に、あの、ちょっと。ね、じゃぶっとくとか。はいはい,はいはいはい。ね、いや、でも、本当に。やっぱ、僕も、やっぱ、この当時だと、絶対。このピーチティーさんと同じ環境だったら、絶対関係崩れるの怖くて。多分、言わなかったと思う。でも大人になって、やっぱ、それが。 いいかかかに後悔したってうのがるでこれね映画的に言うと映画「スピード」っていう映画あるんですけどアキアノ・リーブスでサンドラ・ブロックが出てたヒロインででこの二人めちゃめちゃ仲良かったらしいんだけどでその何十年後今ですよねそそううキアヌに「あの時のサンドラ・ブロックどうだった?」って言ったら「実は僕好きだったんです」って言ってでサンドラ・ブロックにもキアヌが言ってたよって言ったら「 いや実は私もあの時好きだったんですきゃ、うんのことってねまあ時は経っちゃったけど番組で明らかになったんだよねでも何十年ごこしだったのよまあ二人はもうそれぞれのね、うん、いろいろ関係性とかね、うん、あの相手とかいるかもしれないけど、うん、でもねこの今この今をね逃したら僕は一生の後悔をする可能性が、うんうん、そうねだってあの初デートでそんなビバリウム見に行けるんだったから行けるんだったら。 行っちゃえよといけるよその度胸があるんだろうね,ねリバリウムの勇気ね<う>だ多分こういう風にール送ってくる来てるくらいだからポテンシャル的には多分押しちゃえばいけるんだと思うんですよける、ね、あ、なるほどただ僕的には行っていいと思うんですけど、うん、本当にその人のことを好きかどうか一回確認した方がいいなとは思ってますあ、それ男の心理だえ 男の心理ですよね。それは完全にそう要は昔のそ,うそうそう。そうだって。今これラブレターを見て好きかもって思ってるってことでしょ。でも多感な時期だからさ。 やっぱちょっとしたことでこうそう思い込んじゃってる可能性もある、ね、感情がね、うん、そうフィルターがかかっちゃってる可能性があるからあるフィルターねそう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 もう多感な時期だからだから一旦冷静になって本当にだからその子と例えばグループでもいいから遊びに行ったりとかした時に自分の中でこの子のことを本当に好きなのかな今のこの子のことを本当に好きなのかは一旦考えてからそれでもいや やっぱ好きだってなるんだったら卒業までギリギリまで僕はちょっと粘ってから告白した方がいいかなと思いますね。<ー>うん、この人映画も恋愛も理屈を求めてるわそんなおい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 ,<僕>おいナンセンスでいこうぜナンセンスでナンセンスが嫌だって言ってましたよもう好きと思ったらいっちゃおうビーチツィさんいやでもねもういやでもあるじゃんなんか可愛いって思うこととさ好きって違ったりするじゃない。うん でそこの違いはは絶対あるはずなんですよ今今だってラブレターを見ただけで好きだったかもって思ってるぐらいでしょ今も好きかもってだから一回考えた方がいいですよこれは絶対、うん、だって一番最悪なのはラブレターフィルターがかかったことで告白してみたものの、うん、あれもしあれそんなかもってなったらそ,<う>それこそ関係性も崩れるし、うん、中途半端な思い伝えちゃったで終わっちゃうから相そう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 。うん そういう後悔が一番良くないでしょああ、恋愛無事。うん、ちょっとだいぶビーチで盛り上がってますけれども。はい。この夏休みはどう過ごしたらいいんですか、その女の子と。ビーチティーがね、確かに一ヶ月か、高校生の夏休み。ああ、どうなんだろう。でも絶対誘った方がいいと思うよ。うん。あ、そう、ぜ、あった方がいいね。絶対あった方がいいと思う。どう、な、夏祭りとか。 普通にどうかどこに住んでるかわかんないけど祭りが今最近なかったりするからそうかそうか今のこの時世的にそうねだからまあ高校で実家なだから別に何人かで4人とか家でゲームしようぜとか映画見おうちって別にそんなそういいやいやだって高校3年でねあるでしょ別にそれいただ私の体験談で言うとはいいお願しますすっごい仲良くなもう男友達多かったんですけど特に仲良かった男の子がいてで 好きじゃないだろうって勝手に思ってたけど好意、はい、を寄せてるっていうのを人またぎで聞いたときに一気に冷めましたけどねえ冷めちゃったのうんしかも人またぎなのが良くなかったんじゃないしかもいや仲良すぎたああ<ー>だ別れてから三年間経ってるっていうのめっちゃでかい気がするけど、ね、だからもうなしに無かったことになってるぐらいだもんね中学で付き合ったっていうのはねそそうそう,そう,そう,そう。えー、だからこの夏休みを過ごし方が一番大事かもしれない ここがだ遊びすぎてもダメだと思うよラムはだ仲良くなり仲良さが深まりすぎたらダメってことかそうあ<ー>うわこの子の LINE のその子とのやり取り見たいなだから当たり前の存在になっちゃうとよくないってことだよね、うん、女の子からしても、うん、そうするともう男として見れないからそう毎日すっごい LINE してるんだったら一旦ライ LINE の返事を送らせてみて、うん、ちょっと釣り餌 わかかるなんかあれいつもすぐ帰ってくるのに既読ついたけど帰ってこないっていう取っかかりみたいなものを何個作れるかっていうのは大事じゃないですかだからグループで遊びに行って変にこう仲良くしゃべりすぎないとかも大事かもね。そうねなんか今日しゃべってくんないな、うん、みたいな、うんうん、そんな冷たくしたらダメだけどな冷たいはダメだけどなんかちょっと違うなぐらいだから向こうが気になるなの方に持ってった方がいいかもね。あと疑似ダブルデートみたいな構成にするはいはい、はい、なるほど男女。 あンコー大丈夫ですかいやもうめんどくさいよ好きでよいやだめそれはなんでそんな策略立ててさだっていやいそんなだっ,だって心理戦だよ恋愛っ,って小学校の時の恋も素敵な恋絶対忘れられない恋だったはずいやだだからそれを するためににそんな好きなの言っちゃえよみたいなことでいいんだったら彼は悩んでメール送ってきてませんよ絶対とっくに告白してますそうだからああじゃないかこうじゃないかを言わないといけないしそもそも俺ら3人は向いてない可能性があるこんなけカツしゃべってるあのそもそもっていうか向いてないっすあったじゃん映画のんか恋愛の映画紹介するみたいな3人変だったのかうんそうだよ じゃあんだけ熱くなってるけど、ごめんなピシティさん、あのごめんごめん、解決できなかったわ。でも満場一致でぶつかりとは言ってる。言ってる。あそうそうそこはそこはありますから。じゃは吟味してください。あとビバリウマいくらっていうね。ビバリウマいかない。はい。おかわりはやめてください。おかわりやめてくださいよ。はい。ちょっとね、今度のラジオでどうなったかとか教えてほしい。ね、欲しいです事故報告を企画関係なく送ってください。お願いします。はい、やっと後半です。 はい、えー、続いいい続てのメールいいですか、はいえー、ラジオネームみそシネマさんさ、はい、っきもいらっしゃいましたね,ね、えー、性別男性年齢31歳、うんえー、会社員、うん、ちょっと思い出しただけ的なエピソード、うんえー、当時小学生の時に、えー、友達5人と映画館で少林作家を見に行ったのですが。 初めて友達と映画を見に行くということでとてもワクワクしました、うん、いざ当日を迎えるとなんとそこは友達の輪の中に当時好きだった同じマンションの一つ下の階に住んでいた子が<ら>、うん、友達の一人が僕がその子を好きだと知っていたので僕が喜ぶだろうと僕に内緒で誘ってたのですやい友達 当時の映画館は自由席席でああそういういりましたたねっ急いで席を取ったのですがなんとその子が僕の隣の席でした上越は笑えるシーンが来るたびに横にいるその子の笑顔がちらっと見ていましたその子とも相まってとても楽しく鑑賞したのを覚えていますその後の話ですがその子は数ヶ月後に親の都合で引っ越しをしてしまいましたあ 自分は好きな気持ちを伝えれずに落ち込みました。うん、そこから数年後、成人式で久々に再会をし、当時の話で盛り上がったときに、実は当時好きだったんだよと言われました。言ったんじゃなくて言われたんだ。僕も当時の気持ちを伝えました。お互いにその時は付き合ってる子がいたので、その後何も起きなかったのですが、今でも少林作家を見ていると、そのことをちょっと思い出します。以上です うわこれあ、えー、その後も一応ありますよシネマンションさんは大好きなチャンネルなのでつい熱が入った長文ダブンを書いてしまいましたシネマンションさんを通じて映画好きになる人がもっと生まれてくることを願っています皆さんのご活躍を楽しみにしていますこれからもゆるくて楽しくて勉強になる配信を楽しみにしていますありがとうございますあーなるほどうわうわこれ聞いたらやっぱ成人式って浮気発生する気持ちがわかるわ、うん、ね同窓会成人式ね,ねこれ ね。でも二十歳の段階で言えちゃうって結構オープンじゃない？俺言えないよ成人式で。言えないだってちょっと前だもん。ちょっと前だよね。言えないよ。言えないよね。小学生なんてうんだって十年前とかでしょ。でしょ？よく言えたね。それ。いやすごいな。ワンチャンあったよこれ。ね。こえ。怖いね。だってつけた子いたけどもっと書いてあるからね。私がミソシネマさんと付き合ってたらやだなこの文章聞きたくないな。ねえ。 ちょっとこの回だパートナーには聞かせちゃダメです皆さん。パートナーみんな絶対聞かない方がいいよこれ。絶対ダメ。だ今回はイヤホンで一人で聞こうとして。いや本当そう。トイレの中とかでね。いやこそっとね。マジでその方がいいと思う。ええ実は昔好きだったんだよってどのタイミングで言われたんだろうね。これ酒飲んでかな。酔った勢いでしょ。でもそうじゃない成人式の終わりにねよくね飲み会みたいなありますからね。実は好きだったんだよ。あなのか。なるほど。言い方ね。 でもこれ味噌シネマさんの意志が固くなかったら行ってるぜ。行ってるよね。い <うん S 1> やっぱブレちゃうよね。ブレちゃう。彼女がいるけれどもね。 これがピーチティーなめるなよピーチティーすぐいくでしょやめろよだって小学生の時のラブレターで好きかもって言ってるぐらいなんだからこんなって実際当時好きやったよねって言われたらあ好きってなっちゃう高三さんのかわいい子ビバリウムいこう勝手なキャラ像作るなってかわいそうだろラブホイコうじゃないからラブホイコうみたいに感じでさビバリウム行こうちょっとちょっとでいいからちょっとだけちょっとだけだからやめてください ほんとにまあでもねこれ女の子に大胆に言われるのは男側からしたらかなりグッときちゃうねいややっぱきちゃう彼女いややばいよ好きな彼女いてもいやちょっとうって思っちゃうだしその話は絶対にももちろんできないしもう墓の中まで持って帰ろうっていうことになるよね言われたこと自体ああなるほどね絶対言えないよ言えない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 いや渋いですねこれはすごいすごいねちょっと熱いいすわ かったお互いの意思が強くてねえだから言われて自分も言うっていうのも勇気いるしねそう普通恥ずかしがってさ「えまたまたね」なるじゃんでもここで「いや俺もだよ」って言えたわけでしょいやこれムードによってはすぐチューみたいな展開になりそうだけどねえいっちゃうよこれはだって多分恋人いなかったら行くでしょ絶対そううだろね成人式で楽しい日ですからねうん ががっっちちゃゃううだからそれを周りの友達も「お前らえっ?」「好きやった?」「おいお前行けろ」みたいななってないのがまあいい人なんでみんなそういうことか育ちがいいのよみんなああ31歳ね三31歳ですこの子でもだからもしかもしくは2人きりになった時に言われたパターンもあるよねそれ言っちゃうじゃんいっちゃういやっていうか映画やん帰り道とかでしょ お前のことを好きだったんだよ私も逆じゃない多分逆。女の人から言われまあまあまあニュアンスニュアンスだけどでもまあえどうなのあんこさん行っちゃうのそれやられたら言っちゃう言っちゃう言っちゃうけどやべーないや行っちゃいかけるよねちょっと待って乗っかちゃうのいやわかるじゃないだしこれシチュエーション一個考えたんだけど今可能性としてねえ。 成人式行行ききまました、うん、飲み会何回か行きますカラオケ34、うん、軒目ぐらい行きました、うん、10人ぐらいでみんな歌ってわーとか踊ってる楽しい、ね、でその時の隣にその子がいて、うん、たまたま隣になって女の子が「私あの頃な,な、何何ちょっと聞こえない私ちあの頃好きだったんだよ」のパターンちょっと良くないうわ、なんだよー

いい音の中でみたいなあまりにも情景が浮かんだもんねそうそうそうまあでも少なからずこの話を聞いてあなたたち二人は彼女できないですなんでなんで俺は入れるなよだってさっき言いましたよね彼女がいてもいっちゃうってこれデジタルタトゥーですからねいややばい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  あさん、消してください。結婚式で流しましょう。これ。最悪です。二人の結婚。じゃ、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 流しましょう。冗談に。冗談に。それ。はねリップサービス。そうだ。だって、あんこさんね、見えてないかもしれないですけど、ふんぞり返って、いく、いく、いく。あんこさんはリアルだった。だって、女の子に好きって呼ばれたことないもん。ああ。 なんだよ。興味もないって最悪だよ。なんだよ。別に傷ついたんですけど。ロマンとしてですよ。じゃ、あロマン。これはエモいっす。エモいよね。よくありそう、こういう映画。また、少林サッカーからこれを。少林サッカーがいいね。ギャップがすごすぎるわ。さあ。 はい、残り2通です、はい、あまだあるんですね、えー、ラジオネーム、うん、ちょっと思い出しただけ的なエピソード、うん、つい数週間前の話です、うん、何気なく机の引き出しを探ってみるとボヘミアン・ラプソディの案件が出てきましたいいですねこれは僕が人生で初めてできた彼女と付き合ってから初めてのデートで見に行った時のものですあーいい えー、気まずくなることがないからおすすめという友人のアドバイスを元に誘ったのですが<ー>鑑賞中は隣に座る彼女のことばかり気になってしまい映画内容がほとんど頭に入ってこず、うん、終わった後の感想の会話が全くできなくて結局気まずくなってしまったことを思い出しました、うん、そんな彼女とは1ヶ月もしないうちに別れてしまいました短最初のデートがうまくいかなかったせいかなと考えているうちに、うんえー、映画に罪はないのに クイーンが苦手になってしまった。かわいい。今はもう大丈夫なんですが <laughs>。 この犯見を見つけた日はボヘミアンラブソディのサントラを大音量で流しながらめちゃくちゃ筋トレをしなんど筋トレしたよ。何で筋トレしたの？自分磨きに走んだ。ああいうことだね。なるほど。反動でね。自分の肉体磨こうということです。流したからめちゃくちゃ泣きましたじゃないの？はいはいおもろい。めちゃくちゃ筋トレしたね。やっぱり22歳だからそうなんですよ。パンパップさせたの。ああ。いやちょっと八田さん最高だの。八田さんちなみにあのミッドサマーの人ですね。ああ。いいですね。ミッドサマーを一 一緒に見に行ったら先輩が笑ってたっていうそう合わないなって思った人ね。なるほど。その後輩ね。うん。反見パターンね。いいね。反見パターンね。これ僕多分シネマンションの過去動画にも反見動画開げてるよね。で、その時に僕もやっぱ話したんですけど、やっぱ反見見るとやっぱ思い出す。そうだよね。そうそう。やっぱ反見は強烈だよね。やっぱアルバムと一緒だと僕思うんですよね。やっぱ写真のアルバムとやっぱなんかで。 見た感じ見た目はもう字しかないんだけど情景を浮かぶというか何月何日何時っての時間も載ってるからねより覚えちゃうんで。よも分かるしねでもどうですかお二人は初めてデート行った時の映画とか覚えてます人生でマジで覚えとらんマジ全然覚えてないそう覚えてないんだ覚えてないえ斎藤ちゃんは覚えてる覚えてます覚えてますもちろん俺は高校の時に海猿 リミットオブラブを見て、すぐリミット来ちゃったっていうことで覚えてるちょっと別にネタを話せって言ってないです <laughs> ちょっとあの擦ってるでしょこ、擦ってないのよでもそれぐらい覚えてるのあ本当にリミット来ちゃったなって <laughs> っいっぱいいろんなところでこの話してるしてないよ。<laughs> 今ラブちゃん匂ったよね、ネタの匂いがちょっとしたねあまりにもすっと言ったもんね待ってましたけど、良くない擦り方してた、ね、<laughs> ちょっともうちょっとリアルにやる ようにねしましょう。いやでもこれ聞くと半券取っときた取っといた方が良かったなって後悔してる今。あ、今は取っといてんだけど、そう。俺も取っといてないなずっと。うんあの無無ビチケ取っといたりはしてるけどね。はいはいはい。柄もあるしね。はいはいはい。デザインがあるやつね。覚えてない。覚えてない。覚えてないんだ。そう。覚えてないっすね。覚えてないっす。あら悲しいね。 全然覚えてない記念日とかも覚えないスタイルだからちょっとさえ思い出せない思い出せないですよはじ初めて付き合った男の子自体は覚えてるそれは覚えてる心配になっちゃってどんだけ私やべえ女なんだよ淡白すぎるじゃごめん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 。血も涙もないのかなと思って別れたらもう忘れるみたいなはいもう言わないですって覚えてる覚えてるあよかったよかったよかった覚えてるけどそんなね 結構女の子って初キスの年齢とかあの案外覚えてない子が多いらしいです。え？ショック。初キスいつとか。ショックだな。え？初エッチいつとか。あ、そう男だけかキャッキャ言ってんの。そう覚えてないのが多いらしいです。へえ。なんか変な統計みたいな。あ、そうなんだ。え？そこに関心はないんだね。多分ね。でも記念日とか女の子気にするイメージあるけど、それとは別なのか。キわかそれはね、キモくない？初キスの記念日って。 んだよその笑いどうすんだ笑いらが初キスの記念日を記してたらキモってなるうん盛り上がってまあ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 皆さんの想像にお任せしますけどねでも大学時代やってたよね何を初キスの記念日みたいなやってないよごめんやってないちょっとボケ通りましたねえガチやってんのやってたのやってたヤンコさんはやるよでも多分この感じはだって初キスでしょ初デートの行った日初エッチも まあ、それ秘め事なんであれ、言えないけど。気持ち悪い。ごめんなさい、ちょっと、お前バラされてるだろ、この人。七人言うなって。太文字で言うな。太文字。じゃ、まあ、そこ、いや、でも、僕記念日をめっちゃ作るタイプですね。作るタイプ。ええ、そのためなんかやんないといけないじゃんだって。でも、その豪勢なことはできないから、まあ、ちょっと、まあ、いい、その日はご飯食べようねとか。刻み方としてはどうなの、初めて手繋いだとかも。 大学の時は入れててた初めいええしんどいな付き合うのでそういうのが好きな子でもあったからね、うん、あまあ人に合わせてそそうそう<は>カレンダーに書いてとう,そう予定帳にちょっと軽く小さく書いてか<ー>一応いや多かったから忘れないように俺もこうメモってでその日が来たらニヤニヤしちゃってで「あ今日初キスの日だよあじゃあキスしようか」ってもう何回目だよみたいな話してで手繋いだ日も12時こう。 で多ト化したら一緒にこうほらでカウントダウンでね年末ジャンプするみたいな感じで手繋いだりとかして先輩がキモいねそういった日がねとっても大好きなカップルでしたはいもうすぐで終わるのにモチベーションくんのやだなんでそこまでやかんだよなんでだよ俺のちょっと思い出しただけだよ本当にねちょっとかなり思い出したよかなり刻んでたよ刻んでたなすごいねいい日でしたよこの子は。 いい日でした。もうストーカーだもんね、領域が。ちょっといい次のメール言って。お願いしますいや、まだ話したいけど。いやいや、いいよ。もう大丈夫。もう夢に出てきそう。ねえ、ル向かいから失礼します。ややだやだそれ違う人なのよ。違うアカウントだから。あ、ごめんなさい。熊本のフレーニーじゃないですか。広島です。広島でした。ごめんなさい。YSK さん、最後のメールです。男性会社員。 えー、ちょっと思い出しただけ的なエピソード「うん、昔見た映画の王で言ったら「半が出てきて、うん、4年間付き合っていた元カノが趣味の悪いグロテスクな映画しか見に行かなかった自分に文句も言わずに毎回一緒についてきてくれて「うん、ああだこうだああだったねこうだったね」うんうん、と話をしてくれたのをちょっと思い出しました「本当にいい女性だったんですね」というメールですね。なるほど、なるほどね,ほどね付き合ってくれたんだその趣味の悪いグロテスク系の映画ね。うん いやでもそういう子がやっぱ一番いいからねやっぱねうんそうね一回一緒に行ってくれるのはいいよねそうでその人もちょっと楽しんでくれてたら一番いいじゃんいいいいうんうんうん本当にいい女性だったんですねってことは今に納得いってないってことかななんかそんな感じだよね鋭いですねラムさん過去形だもんね言い方がねこれもちょっとワイエスケイさん今彼女がいるんだったら絶対にこの <laughs> ね、お話は聞かせないでほしいんですけど今日はタブーが多いね、うん、今日はちょっと禁断の配信ですね、うんうん、じゃあ今の彼女に納得いってないといううんっていうことこうじゃなきゃこんな言葉出ないもん出ないですね本当にいい女性だったなって、うん、思い出してるから、うん、今違う人がいるという。<laughs> 今付き合ってくれないんだ、そういう怖いっていうことですよね。っていう考察しちゃうけど、大丈夫みんな。はい。みんないっぱい考察してますよ。地獄ですね。Y. S. K. さん、気がうに送ったつもりが、こんな叩かれるですよ。叩いてないから。叩いてはないけど。考察ね。これしかね、私情報ないわけ。そうそう。まあまあ、確かにね。少なければ、少ないほど、こっちの想像力が補うことになるから。そうそうそう。いや、なるほどね。やっぱ、みんな切ない系が多いね。切ないね。今の旦那ですは、やっぱ、経由なパターンという。そうそう。あんまないんだ。しか、今。 ねえ、うん、確かにみんなやっぱり当時はみたいな、ね、圧倒的男性率うわあ,あ本当だ本当だねやっぱ男性苦い思い出多いですね,多いねあと覚えちゃってるのかなあ覚えてんだろうね覚えてるだから女の子だったらさっきみたいに忘れちゃってるんだろうねまあ吹っ切れが早いって言いますから,から男性はやっぱずっと引きずってんのかな、うん、なるほどね恐ろしい って考えるとじゃあ前に付き合ってた人今なんかちょっと思い出してあのうーラブ良かったわってなってるのを想像するとめっちゃいいっすねそうねいい気分だよね私のことを思い出してくれてるんだっていうねめっちゃいいっすねこういう風にみんな思ってるんだと。いやそうだよ男性はそうだと思うよだから今聞いてるリスナーの女性の方々も元彼がねいると思うからみんな同じように私のこと思ってくれてると女性リスナーみんなうわあの時 あいつとあの映画一緒に見ればよかったな断らないでって思ってる男性多いですよ。いやめっちゃ良くないですか。うわいいね自己肯定感が上がるね女性人のねどうしようこれ再生する人も男性ばっかだったのその可能性ありますよ。女性も聞いてほしい聞いてほしいねはいやっぱ映画かける恋愛ってなんか絶対つくものなんだね。やっぱなんか出てきちゃうね。そうねやっぱね。 特に今回ちょっと思い出しただけっていうハードル低いじゃんちょっと思い出しただけでいいからがっつりじゃないですかそうそうそうだから素晴らしいメールの数々でございましたありがとうございましたお送りしました映画好きラジオトークお耳でシネマそろそろ終わりのお時間となりますいろろいいいいちょっととと思思出すすこ多ううんででけどどしたややっぱりあれだねピーチティーが気がかりというかそうねうん一番分岐点ですからそう い男性になるかそう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 こじらしちゃうからビバリウムで結構こじらしてるからね一旦来てるからねだから高校3年生就活の時期じゃないですか人生活もちょっとこの時期でね決まっちゃうかもしれないんで恋活もある恋活ちょっとぜひね頑張ってほしいでそうねちょっと後日談送ってほしいねね気になりますね今どうなのか夏休みはどうしたのか気になりますねお便り待ってますあとはあのいい 思い出話もたくさん聞きたいですね。<laughs> そうね、やっぱみんな、はい、まあ、でも、しょう、どうなんだろうね。むずいんだろうね。まあ、やっぱ苦い思い出の方が残っちゃう。のかなっゃうんだう、ね、あ,あと、ちょっと思い出したってなると、現在進行形じゃないから、ね。そうだよね。そうだよね。うん、な、そっか、そっか、そっか。長くないといけないしャツ。そう、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 そう。これは難しいですね。難しいよ。でも、ちょっと第二弾もやりたいですね。なんか、今後あれもできそうじゃない。サブスク、久々に入ってみたら、その。 恋人と共有してたから。名前が。はいはいはい、あるあるある。アカウントね。アカウントの名前が残ってた。あるある。これは絶対あると思います。ありますね。ね。超ある。私あれで一回いろいろ失敗してますから。あ、そうなんですか。はいはい。うちの父親と母親の名前を友達にばらされちゃうっていう。わあ、すごいね、それ。一緒に見ようってなったら。お。 そっか見られちゃうから全員分の名前が出てくるっていうのもあるからそれちょっと落とし穴そっからずっとしょうこってすごいお前の母親しょうこってやられることあるからそれも気をつけないといけないそういうのもありますよちょっと思い出してくださいね気をつけてくださいねはいでもデジタルな時代になりましたね本当にねっていうのをちょっと感じて最後思いましたねはいあのメールのくだりとかねくだりとかねはいということでまたどんどんやっていきますので <laughs> 皆さんぜひコメント欄で感想を書いてください。あん,あんこさん最後のことがねー <laughs>。あさ、のーうんあのめちゃめちゃ縛りが悪かったんだ。ごめんねラムちゃん。大丈夫だよごめんね <laughs> みんなリスナーさん。はいということで本日はシネマンションのラムとジャガモンド斎藤とあんこでお送りしました。バイバーイ